パクんなよ。おい、何セットパクる気や。何番？9番。9番。ハイドローで。おお。すごいですね。じゃ一回ナチュラルに。素晴らしい。品のある球。上品な球。素晴らしい。じゃあハイドローで。めっちゃ高い。完全グリーン止まります。今なんで何ヤードぐらい？まだね、9番で140、50ぐらいですかね。10も違う。ほんまねじれへん。はい。ねじれ。ねじれへんな。どう思いますか。トシコーチのスイングなのか。私のクラブなのか。僕のスイング。ほんまマジでいい球打ちよる。それはやらんで。いや、そのクラブはやらんでさすがに。高いですね。これ9。自分の9番や。俺からパンチだけだ。全くねじれへんなマジで。素晴らしい。練習してない。確かに全く練習してないんだ。WGSL 高知人練習せえへんから。こう練習しないラウンド行かない。でも70代余裕。まあスイングは大事です。ハンドアクション次第やね。そうですね。素晴らしい。7番アイアン。はい。7番アイアン。次、7番アイアン。くしゃみがちょっと止まらないんですけど、どうしたらいいですか。くしゃみ止まらんときはレーザー治療。わかりました。明日行きます。明日行く。勝手に休んだろう。品のある球を打てる秘訣は何ですか。やっぱり心から。はい、ボスみたいに汚れてる。それはすごいわかる。めっちゃわかる、全然汚れてない。一周回って綺麗です。よいわん。カーボンいいです。カーボンがいいんじゃなくて、俺のクラブがいい。まあ、金かかってますよね。そうそうそう。でもカーボンほんまねじれへんから、カーボンは。はい、美しいですね。5番やん。ありがとう。やっと見せた。よし。5番やん、何ヤードぐらい飛び跳ねますか？5番、これやったら200以上、200、220とか狙える。狙えるんじゃん。200は余裕で狙える。200は絶対いけると思う。105本か。ちょっと僕らやらんな。欲しいな。これ欲しいな。欲しいですね。全部スパイ調整してる。綺麗。ねじれないですね、本当に。わざと練習してみて。衛星ドロー打ってみてよ。衛星ドローの基本となるインサイドアウト軌道の。ああ、でも打てるっていうのもすごい。ねじれのある。ねじれのあるドローやね。これだと止まらない。止まらない。ダサいよな、あの球。ダサいあれは。言い過ぎかな。いや、まあええやん、はい、どうせ嫌われてんもんな。最後ハイドローで。ハイドローを打つ秘訣は何？全然いいよ、全然大丈夫。軸をぷいってやる。すいません。全然いい。アホみたいな。アホみたいな言い方してる。本当にぷいってやる。おお、やば。やば。ちょ、負けとんちゃう。ちょっと。負けてます。これいきますね。ちょっと気に食わない。気に食わない。すげえな。俺だけじゃなくて。いい感じ。ハイドローです。ハイドロー。はい、トシコーチの勝ち。ありがとうございました。ありがとうございました。びっくりした。おお、やば。やば。おお。おお。おお、やば。やば。こんばんは、WGS トシです。こんばんは。こんばんは。今日はサトシ君と2人で寂しいですね。そうですね。まあイエーイ。ボスおらんからイエーイ。制限かからない。制限かからない。聞き放題喋ったのかな思った。今日ちょっと話したいことっていうか、クラブって逆しなり、これ分かりにくい。こう、まあ、柔らかい、まあ、こう逆しなり、じゃあこれ順しなりやから。順しなり、逆しなりで縦しなりっていうのがあるんですよね、はい、あるんです。で、まあ、この縦しなりがどうかって言っても、まあ、別にどうでもいいことなんですけどまあ縦しなりっていうのもあるのも覚えててもらったらなって思って動画撮ってます。お願いします。見えないですよね。縦しなりだからもはや縦しなりってなんやねんぐらいの感じ。縦しなりとかは別に気にしなくていいかなって。ヘッド重たいんで勝手にしなるって思ってもらえたら、意識するとダフりますしバーン。美しい。最近なんかいいことありました？最近いいこと。はい。いいことはもうすぐスノボの季節だ。それが一番。もう最近スノーボードにハマってますので。おお、そうですね。インスタグラムで。インスタグラムではちょこちょこ出してるんですけど、スノーボードになんかハマってます。あれでも全身筋肉痛やばいっす。やばいやばい。あれほんまにやばいっす。スノーボード。初心者の時とかほんまにやばいです。スノーボードなどのレッスン動画とかやってるんで、あ、ほんと今度スノーボードのレッスン動画をそんなレベルじゃない。ゴルフでいうと多分120とかのレベルで雪道転げてるだけなんで、雪道でこうやりながらスノーボーやりながらください。でも体幹鍛えれるしめっちゃいいかなとは。スノボも一緒で、ピンキリで板が高い、安いのもあれば高いのもあって、で今昔の先輩にもらった板のトレーニング中で、やっぱそこは形から入らず。そうですね、僕は基本的に何でも使えたら OK っていうまあゴルフクラブそう一緒一緒、うまければ何とかなると思っちゃってるタイプ。間違いないと思います。まあいいですね。また上からみたいな。え？すみません、ちょっと上からみたいな言い方になってます。あ、全然全然。まあ、要するにこの動画は縦しなり。縦にしなるっていうことだけ覚えてもらえれば。しなり倒してますね。しなり倒、まあうちらが逆しなりっていうのはまあ、ね、ヘッド走らせるためであったりとか、一般アマチュアにとって不足してる分を補ってもらうためにそういうことを発信してるのです。しなりしてるんです。結局はしてます。絶対します。まあその正しく振れれば絶対します。ローリングシャッターだからしないわけではない。イチャモンが入っちゃう。まあ一時イチャモンクレームを受けましたクレームというかしなる言うてるのにしなるもんはしなるんです最近ハマってる食べ物とかありますか？最近ハマってる食べ物、最近ちょっと食にこだわっていこうと思ってますね。何でも結構美味しい美味しい言っちゃうタイプなんで多分僕と結婚する人すごい楽ですよ何でも美味しいって言うんで、あ、でもちょっとそろそろこだわりを持って何でも美味しいのを言うのやめようかな僕いまだサイゼリア美味しい言うてます全然美味しいです。サイゼリア美味しい、はい、美味しい。あの価格であれを提供してくれるのはすごい。どうやって商売してんやろっていうのはちょっと気になるんです。サイゼリアってキッチンで料理何もしてないらしい言っていいんかなこれいやでも結構知ってます。ググったら出てきますしね。基本温めてるだけっていう、まあそれでね、人件費が。そうですね、自社工場みたいなのあるって聞きましたけど。あ、そう、こんなん喋っていいんかわかんないですけど。ガキ2人が偉そうに食べていいんですけど、僕のイキリ癖が出てしまいました。イキリ癖。チャラ癖。なんかその縦しなりでちょっと調べてたら、はい、そのロボットで打つ機械あるやん。ありますね。ロボットで打つ機械があるじゃないですか。あれ見てるとロボットって同じとこに手元戻る。だから構えてる時がフィール側で構えてる。なるほど。してた。知らなかったです。そうやね。俺も知らんかった。僕も知らなかったです。調べたら、ここに構えてロボット打つときはドライバーとかで同じとこ戻っちゃうから、結局そこを縦しなりが入るんでちょうどいい芯に当たるっていう。なるほど。ロボットいいですね。へえ。だからまあ手元を戻せって同じとこ戻せっていうレッスンはちょっと怪しいかなって。否定するのやめときます。怪しいです。オブラートに。最後フルショットお願いします。ありがとうございました。僕ご自慢の縦回転についてちょっと僕ご自慢